It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kini Mansu Nikki. Ashita no kareji. なりました TBS ラジオからお送りする明日のカレッジキニマンス塚本ニーですえー、皆さん今日いかがお過ごしでしょうか最近はねもう東京都内いろんなところで桜の木を見るんですけれど まあなんかねあのもう昔の日本にはお花見っていう文化があってねなんてなんかそんな気持ちになっちゃうぐらいねちょっとお花見やってないなーっていう気持ちもあるんですけれどでもねちょっとこう街中でこう、まあ、お散歩したりちょっとこう通勤・通学途中になんかあ咲いたなー綺麗だなーってちょっとこう立ち止まって写真撮ったりねしながらそういうのはあのー、結構いつでもどこでも、まあ、できることだと思うんですけれど。 まあ、なんかねあの個人的にはこう昔の自分の参加したお花見代々木公園とかで、ね、あの新宿御苑とかいろいろ行ってましたけれど。 結局なんかこう途中からもう桜じゃなくてこうお酒とおしゃべりとあのおつまみがなんかどんどんメインになっていってであのあたかた月きとかねいろいろこうあの桜そっちのけで終わってたっていうこともまあ結構あったなーって振り返ってるんですけれどまあそれに比べたらまあ個人的にですけどこうやってこう一人でねこうゆっくりまああのちょっとこう夕暮れ時とかちょっとこう夜桜見にねなんか近所を散歩したりするとなんかこう。 自分と桜しかないっていう。なんかこうじっくり楽しめるんですよね。うん。でもやっぱりね。あの sns 見てるとあのまあ、東京だとこう。目黒川とかあのいろんなところで、ね、猫桜の名所と呼ばれるところに、皆さんまあ足を運んでまあ、写真いっぱい撮ってるそうですけれど、私あの個人的に不思議なのが桜の花って香りしないじゃないですか。でも何気に？あの？ で自撮りしてる人たちって、まあ、一,あの一部なんですけれど桜の花びらをこうクンクンって匂いを嗅いでるポーズするんですけどいやそこ匂いないよね <laughs> ってちょっと突っ込めたくなっちゃう私意地悪ですかねうん、まあ、あ,のあと桜以外にね最近あの私がこう赤坂歩いててなんかあー綺麗だなーって思ったのがあの白木蓮っていう花なんですけれどなんかねこう白くてふわーってこうなんか あのスカ大きなスカートみたいにこう広がってるすごい綺麗な花でそれがあの赤坂の街中をこをずっとこうあの繁華街歩いてると、まあ、咲いてるんですけれどそういうのもちょっとなんかああ春だなって思ってでついちょっとこうねマスクをちょっとあのずらしてなんか香りをいっぱい吸い込むあ香りなかったや <laughs> なんですけれどまあまあ何にせよあの春だ春だな春じゃーって。 ようやくちょっと重たいコートをねこうまあクリーニング屋さんに出してもうしまうという時期になりつつありますがまあ今日はねえ3月30日水曜日でございます本日の明日のカレッジ始めてまいりましょう今日のクラスは明日の食べる学部食から考える暮らしと社会ですはいえ食べることそれはすなわち生きること なんてねあの耳にしたことあるかもしれませんがまあその食べるといってもね人それぞれのまあストレス解消でやけ食いしたくなったりあとまあ心配事があったりすると食欲が出てこない。 なんかもう豆腐とかきゅうりとかで済ませてしまう日とかあとはちょっとねもう忙しさにかまけてあのまあコンビニとかこう出来合いのものでこうとにかくお腹が膨らまればいい。 っていいう、ね、方もいろ,いろいますしあとはまあちょっとこうお財布がピンチで、あのー、これしか買えなかったとか、まあ、これでなんとかしのごうっていうねいろんな人といろんな場所で食べ物との関係性結んでると思いますけれど食っていうのは体とと心のの健康に直結すするものだと私は思うんですねでなんであの食にあんまり興味関心がないなーっていう人でも食べていかなきゃいけないし。 まあ、もしくはあの食べるものがたくさんあることを当たり前のように感じてしまってついついそれをねおろそかにしてしまうという、まあ、そんな時もあるかもしれません私にもねついついそういう瞬間ってあるんですけれどまあ今日は、えー、料理研究家の枝本直美さんをお迎えしまして、えー、料理研究家料理,か料理家としてのキャリアは32年。 にもなる枝本さんに、えー、いろんなことを今日はお伺いしていきたいと思います、えー、料理研究家の傍らホームレスを支援する NPO 法人ビッグイッシュ基金の理事、えー、そして農業支援団体チームムカゴの理事も務めてらっしゃいますとても多忙な方です、えー、今日十0時台は食を通じて社会の問題に取り組む枝本直美さんにお話を伺います今日はもぐもぐタイムあるでしょうかあるでしょうか えー、そして11時台はニュースコーリングえー、今日はです、ねえーまあ、食べ物、食料危機に関するニュースでちょっと私が最近すごく気になっているニュースをご紹介したいと思います、えー、さらに4月2日この日何の日かご存知でしょうか。 世界自閉症啓発デーなんですね、えー、これについて今日は NPO 法人東京都自閉症協会の吉田さんと尾崎さんに詳しく伺います。 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております質問でも感想でも体験談でもどうぞお気軽に送ってくださいツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジメールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp ファックスは零三五五六二零九五四までですそれでは今日の明日のカレッジ今日のスターティングナンバーは ナルステップ・イット ははははいいさんこんばんはこんここばにちはおはようございます世界のどこで聞いてるかわかりませんが今日もどうぞ最後までお付き合いください今日はですね、えー、こちら、先レビにありますビッグイシューという雑誌見たことある人または買ったことはないけれど知ってるという方いらっしゃるんじゃないんでしょうかこのねビッグイシュー私、あのー、大好きな雑誌なんですけれどまあ、このビッグイシューに、えー、長年こう。 レシピの連載をされています、えー、そしてビッグイッシュー基金の理事もされている枝本直美さんをお迎えしますがもう本当にねいつかお会いしたいなーと思ってた方にようやく会えるんですけれど、えー、もう今日は正直時間が足りるかどうか分かりませんがはいまあ、楽しくいろいろ聞いていきたいなと思いますので皆さんからの枝本さんへのメッセージや感想質問など是非送ってください。今日も最後ままでよろししくお願いします 時刻は十時十分です。ここで TBS ニュースニュースデスク田辺さんお願いします。お伝えします。新型コロナウイルスについて、今日全国で発表された感染者は五万三千七百五十三人で、先週水曜日より一万二千人以上増加しています。入院している感染者のうち重症者は六百五十五人で、新たに発表された死者は九十六人でした。 東京都は今日、新型コロナウイルスについて、新たに9520人の感染が確認されたと発表しました。先週の水曜日と比べ、およそ1.5倍で、4日連続で前の週の感染者を上回っていて、直近7日間平均で見た新規感染者はおよそ7623人でした。こうした中、東京都の小池知事が岸田総理と面会し、新型コロナ対策などをめぐって協議をしました。 小池知事はオミクロン株の亜種で感染力が高いとされる BA.2 への置き換わりが大変早いスピードで起こっているとして必要な医療の提供を確実に行うことを要望したほか3回目のワクチン接種について国と連携して加速していくことを確認しましたこのほか小池知事はウクライナからの避難民の生活支援について国と自治体の役割分担を明確にすることや 必要要なな財源を手当てすることなどを岸田総理に要望しましまたロシアとウクライナの停戦交渉でロシア側が首都キエフなど,などでの軍事行動を大幅に縮小すると表明したことについてアメリカのバイデン大統領は実際の動きを見極める必要があるとの考えを示しました。さらにロシア側の動きを見極めるまで 同盟国と連携してロシアに対する厳しい経済制裁を続けると強調しウクライナへの軍事支援も続ける考えを明らかにしましたまたアメリカ国防省のカービー報道官はキエフから離れたロシア軍はごく少数だと指摘しこれは部隊の再配置で本当の撤退ではないとして警戒を緩めるべきではないとの認識を示しました一方ウクライナのゼレンスキー大統領は 戦交渉の結果を受けて動画を公開し交渉は前進しているとの認識を示しつつ具体的な結果のみ信用できるとして警戒感も示しました先月24日のロシアによる軍事侵攻以降ウクライナから国外へ避難した人の数が30日までに400万人を超えました UNHCR= 国連難民高等弁務官事務所が明らかにしたもので このうち二百三十三万人余りが隣の国のポーランドに避難しています。u. N. H. C. R. はこれに加え、六百五十万人を超える人が国内で避難を余儀なくされていると推計しています。以上ニュースですからお伝えしました。田辺さん、ありがとうございました。お知らせの後、今日の講師、枝本直美さんが登場します。 ラジオと YouTube でお届けしている明日のカレッジ、今日のクラスは明日の食べる学部、食から考える暮らしと社会。今日の講師は料理研究家の枝本直美さんです。 こんばんは。こんばんは。ですねよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、あの、私以前からずっと枝本さんのことをお会いしたいなって思ってたので。はい。あの、喜びのリアクションもありがとうございました。はい、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ。はい。まず、あの、簡単にプロフィールをね、ご紹介させてください。千九百五十五年、神奈川県生まれ。劇団員や無国籍料理レストランのシェフのお仕事を経て、料理研究家になられました。 えその気さくでチャーミングなお人柄が人気でテレビやラジオ、うん、雑誌などでご活躍されています。えー、また農業を応援するチームムカゴの主催そして NPO 法人ビッグイシュー基金の共同代表でもいらっしゃいます。はいはいいつもお忙しししく過ごしてるんじゃないでしょうか すごいのんびりだと思います。そうなんですか。はい、はいはい、なんかもうお話聞いたら私も、うん、私もなんか今日はのんびりものになっちゃいそうだ。はい、はい、じゃあ二人でのんびりしましょうか。<laughs> そうしましょう。はい <laughs> すいません。あの私あのどこで江本さんのことを初めてしたかというと、はい、あのビッグイシューのね、うん、あの私もできるだけこう販売者さんを路上で見かけたら、はい、あの買うようにしてるんですけれど、ありがとうございます。私すごいこのビッグイシューのことねいろんな人に、うん。 もっと知ってもらいたいなと思ってまして、はい、でまあそのまあいわゆるねそのホームレス路上生活をされている方々の、うんえー、支援になるという雑誌なんですけれど、はいはい、販売者さんご自身がホームレス生活をされているんですよね、うん。そうですね。今でもホームレスって言ってもどんどん変わってきてるんですよね。はい、で実際にイメージで前 のイメージでいくと路上で生活をするっていうイメージがあると思うんですけど実際に路上で生活する人のは減ってきていた、はい、まあコロナで随分変わってきているんですけど、うん、逆にうんネットカフェとかお友達の家とかそういうふうに自分の 決まった住まいがないっていうこともホームレスですよねだからあの、まあ、いろんな形であとアパート借り入れた人とかもいらっしゃるんですけど、まあ、一概にこうざっくりまとめていくと今は生活に困窮している方をなんとか一緒にやっていきたいみたいな。うんうん いいいとと思思ってるますこのね雑誌450円するんですけどこれを販売者さんから購入するとそのうち230円が販売者さんに直接収入として届くということなんですね。いまあ東京都内だとね結構いろんなところで見かけますけれど例えば群馬とか千葉とかちょっとこうの他の地方のリスナーさんはねうちの近所にはビッグシュ売ってないなって方もいると思うんですけれどそういう方で。 でもね、はい、あの支援する方法はあると思うんですけれど、はい、ちょっと後ほど詳しく,おししく <laughs> ありがとうございます。ぜひで、あの枝本さんは、はい、ええー、一昨年2020年の、うんえー、10月から。うん 10月から「夜のパン屋さん」という活動を続けてますけど「夜のパン屋さん」そそそうううなんんかか怪しげでししででょ <laughs> <laughs> 美味しそうだけど,どす夜のパン屋さんは、えー、とビッグイッシューでやっているビッグイッシューのこの雑誌を出しているのと同じあの会社での方で作った新しい仕事作りのプロジェクトの一つなんですけれども。はい えとパンをパン屋さんでいろんな場所にあるパン屋さんで閉店前後の時間になるとパンが売れ残っちゃったっていうのを、うん、あの集めてきてそして販売するっていうことをやっています。いろんんなパン屋さんからその閉,店間際閉店後に いただくんですかあいえ買い取らせていただいてい、はい、あのパン屋さんにもパン屋さんも本当に大変だしあのでだからあの買わせていただいてでそれを、えー、っと夜のパン屋さんの売り値の。 半分くらいの仕入れ値で仕入れ半分から六十パーセントぐらいのお値段で仕入れさせていただいてでそれを販売させていただくというシステムなんですんでその差額でえっ、ー、とピックアップパンを取ってくる方とか、うん、あの販売してくれる人とかに、えー、ギャラを 作るという、はい、仕事を作るというのを目指しています。うん、まあ普通のパン屋さんってね、うん、あのまあ朝オープンして、うん、もう夕方には結構もう閉まり出すところも多いですけれど、はいはい、夜のパン屋さん営業時間ってどんな感じなんえっと場所によって違うんです。今三店舗あるんですけど、最初はえっと神楽坂のあら。 はい、カモメブックスさんっていう坂をこうゆるーって登っていったところの一番最後のあたりにあるカモメブックスさんっていうナイスな本屋さんがあるんですけど、えー、そこの軒下をお借りしていてで、えー、そこを夜のパン屋さんを本店と呼んでいるんですけど、はい、そこでオープンして今は飯田橋のパークファミリアっていうマンションの駐車場で、えー、とそこは火曜日。 それから水木で多町の駅前の、はい、で販売しています<ー>、はい、いろんなところで本来だったら売れ残って捨てられてしまったかもしれないパンをでもまだまだ食べられる状態の美味しいパンそれを販売するってフードロス削減にももちろんなるし、はい、そのビッグイッシューの雑誌のように。うん そのまあ、住むお家が、はい、あが定住先がない方々の雇用にもなる。みんながみんなそうじゃなくて今はコロナがあってアルバイトが全部飛んじゃったっていう大学生の人とか手伝ってくれる「あのいいよ」って「手伝うよ」って言ってくれるあの女子たちとか、うん、みんないろいろな感じで。 働いてもらってますもともとこの夜のパン屋さん始めようと思ったのもそのコロナ禍が大きなそういうきっかけだったねあまあ,あのその前にえっ、ー、とビッグイシューに寄付をいただいちゃったんですよね、はい、いただいちゃったっていうか <laughs> いくださった方がいてい、ね、はいありがたいことなんですけど、はい でその寄付をくださった方があの皆さんにこう配って終わっちゃうとかじゃなくてあのー、よかったらこう循環するような何かそれプロジェクトに使って循環して何かこうお金が回っていくようなシステムだと僕は嬉しいですと言ってくださってで逆にあらあらあらと思って先にお金お金もらっちゃったと思って。 できるかなって考えた時にあの北海道の十勝なんですけれども帯広であの6店舗パン屋さんをなさっているマス屋さんというパン屋さんがあのお店が閉まった後にその日残ったパンを1箇所の店舗に集めて夜販売するっていうのがあってすごいいい取り組みだよっていうことを友人が教えてくれたんですね。うん のであこれはそうかと思ってそれ聞いててでその寄付をいただいた時にあのはみんなでどうしようっていう話になった時「そうだ夜のパン屋だ!」って思って思いいた「夜のパン屋」ってネーミングからちょっとなんか「えって!」て気になりまっちゃいもんでもね最初はね「夜のパン屋」って言うとなんかねねえねえエッチな感じしん <laughs> <laughs> みんなに言ってて、私が一人で帰ってだ。だって夜のお菓子とか言うじゃない。あ、夜の、うなぎ、あの。あそ,うそ,うそうそう、そ <laughs> う<ぎ>、だから、なんか <laughs> 夜のパン屋さんとか言うと。なんかエッチなこと誤解されたらどうしようとか、<laughs> みんなに言ってたら。バカじゃないの、それて、誰もそんなこと考えないよとか言われて。て <laughs>、はい、そうか、考えすぎかと思って、うん、で、あの、こう。 なんカモメブックスのところで場所をちょっと屋根つけてくれてたりしていた大工さんが「名前なんすんすか?」って言うから。 いや、あのー、夜のパン屋なんですけど、どうしようか迷って、んのビッグイッシュブレッドとかねとか。考えてたんですけど、<ー>夜のパン屋さん、いいじゃないですか、分かりやすくてって言われて。<laughs> そう、じゃ、そうするみたいな。そうなんです。はい、その後、売り上げの方はいかがですか。いや、その売り上げというか、うん、やっぱりその売れ残ったパンがないと、うん、夜のパン屋さん営業できないんですけど。はいうん、実際に、結構なパン。 売り残っちゃうんですかえっとね多分あの大きいチェーンの大きいパン屋さんとかデパートとかでねあの。 もう閉店時間の前に行ってももちろんパンがあるように、うん、みんなお客さんがこう選べるようにっていうふうにたくさん品揃えをあの欠かさないようになさるパン屋さんあると思うんですけどなかなかそういうパン屋さんにはつながれなくてですね。うん、であのー でも最初にこう回ってパンさんによかったらご一緒してくれませんかって言って説明して回るんだけど何のこっちゃ分かんないじゃないですかそんな取り組みしてるところがないからま今まででなかったことですもんね、うん、だからなんかすごい大変だったんですけど、うん、もうすごい営業、はい、営業マンになって枝本さんご自身がそうも <で>自分の料理の本も持って名刺も持ってそうそうっていう感じでパンまず買ってレジンとこ持ってってあ「あっちょっとよかったら店長さんいらっしゃいますか」みたいな「こういうもんなんですけど」みたいな説明して回る うん、<で>なんかほんと大変営業ってねえでしょうね、うん、世の中のサラリーマンの人の苦労がよく分かった、うん、もうね終わったらね、うん、とビールでものまネやってられば <laughs> みたいな気持ちになるっていうか断られると心が折れたりしますもう完全にすごいあ はいいみたいなそれはでもねなんかこう、うん、まあ伝え方が悪かったのかなっていうよりももしかしたらちょっとこうまあそうですね、うん、まあねそうなんかまあイメージがわかりにくいっていうこともあったかもしれないし、うん、その海のものとも山のものともみたいな感じでもあったかも。うん、でも少しずつ本さんのね <laughs> はい 努力力のががあってていろんんなパン屋ささそこに協しくだで本当にもうその日夜のパン屋さんに行ったら何があるかわからないっていうのもちょっと魅力の一つだったと思うんですけれど今日はちょっと早速なんですけれどどんなパンをね夜のパン屋さんで販売されてるのか100本あわば素敵きこれはねマフィンの山積みかっていうお皿が。 <laughs> これはねこれはね、はい、あのパン屋さんが夜のパン屋が3店舗に増えた時に、はい、あのパンが足りなくなっちゃったんですよパン屋さんの。パン屋さんのパンが足りなくなっ,ちゃった見て,見てくれる人もいるんだねかわいいみたいな。それね、でその時にパンが集まんなかったら困るって思って、うん、急いであの私のチームで。 マフィンだったらパンとバッティングしないからいいかなと思ってそれで作ったって感じなんですよ。素敵大きい、うん、結構 でかいでかい私の拳ぐらいでかいし私はもうどんどん大きくしてってお願い今スタッフが焼いてるんですけど小さい今日今日んか小さいとか言ってどんどん大きくしてこれてっぺんにのってるの桜の花ですかはい桜の花とあとオーガニックの大豆はいそれからほうじ茶と黒糖ちょっと和風なんですでもその まああのコロナ禍でねあのお仕事が厳しくなってしまったりあのする方の支援とあのいただいたし金あの給付の循環とあとそのフードロス削減っていうまあいろいろなこう柱がある取り組みですけれどパンが売れ残ったら困っちゃうっていうのもあのあるんですちょっとビリビリと今ちょっとあのオーディシしてるんですけどああああきましたすいませんはいえじゃちょっとこの 夜のパン屋さんでしか買えない。この。えっ、ーえー、と、黒糖、国産大豆と国糖の桜ほうじ茶マフィンを。いただきたいと思います。はい <laughs> はい、まあ、美味しそう。なんかこの。茶色いつぶつぶがは、これほうじ茶ですうじ。はい。いただき。ます、えー、大きなお口で失礼します。あ。なんか大,大豆ってね。 大豆そそのまんなんでそうなんですよ,ですよ、うん、大豆ってなんかこういうのに入れなかったんですけどなんか勇気のすごく丁寧に大事に作った大豆を農家さんがくださってって、うん、いい合いますよね大豆がほんとお豆のまんまで中に入ってるしうどんウム乗ってるし。うんはい 私あ、ごめんなさいね。<laughs> うん、あ<ー>ままっあゆっくり,ゆっくり大豆と。豆乳とか、はい、お豆腐好きなんですけど、うん、大豆そのまんま食べるのってあんまりないなかもないそうですねそうかもしれないですね。うんで甘いものに入れてて、うん、なんか豆が入ってるってありなんじゃないかなって思って。でもね全然あの、はい、このマフィン甘すぎず。はい ほんのりの。はい。はい。ありがとうございます。いや、いや、いや。ほんのり、あの。お上品なお味で。すごく、あの。お腹にも。いい感じで、持ちそう。そうなんですよ。一個食べると。あ、しまった、晩御飯の前だったって思っちゃうぐらいの感じ。まあ、いつも、私、この時間に。あの、もぐもぐしても、全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。でも、他のパン屋さんのパンも。すごくいい。 いろんなパンあの揃えてるので、うん、ぜひパン買いに来<ー>いらしてください、うん、ねあの以前はね期間限定で大歓山のショップでも、うんそでね、やってたっていういろんなところでね、はい、あの店舗出されていますけれどお客さんはどういう方が多いんですか、うん、わざわざその足を運んでくださる方もいるんですかうん、うん、はいあそうですね最初オープンして神楽坂の時とかはあのえっ、ー、と なんか報道を見てあの来てくださる方もいらっしゃったんですけどだんだん落ち着いてきてこう近所の方がリピートしてくださって、うん、あのー、とかあとはえっ、ー、と飯田橋はそれこそマンションの下なので住んでいらっしゃる方がお子さんと一緒に来てくださったりたまちは今度本当オフィスの帰りがけの方があの やっってくださったりとかでもなんかねすごいいいなと思うのはまあまあ外で,であの夜の夜しかやらないパン屋さんなんだけど <laughs> あのああもう何回もお会いしてる人とか犬の散歩の人とかあ<ー>あ,<ー>あ今日もこの犬に会えるとか、うん、なんかそういうふうになんかつながりができてくるのがすごくいいなと思うんですよ。はい、それで、ね みんなその店舗にいるスタッフとかもなんかあのおいしいパン屋さんのなんかね自分が集めてくるしそれをまあサルベージするんだけど救、はい、出してきたちょみたいな思いもちょっとあるからなんかあのすごいこう愛があるような気がする僕はこれがすごい好きなんですよとかすごい言う人。 手、はい、おすすめする人もいるしはい、はい、こっちはこうでこっちはこうなんですよとかいろんな違うお店の説明したりとかそういうのもすごくいいなと思ってなんかねあの、まあそのまあ、さっきも私言いましたけどその本来だったらもう売れ残ったから閉店とも、うん、共に捨てられてたはずのパンがちょっとしたその。 まああのーまあ、支援者の方のご寄付だったり、うん、そこに参加してくれる、はいあのー、スタッフさんたちの力協力で、はい、そんなにこういろんなご縁とか、うん、なんかこう楽しみに、うん 変わるっっていうのもちょとした工夫でねなんか無駄になるはずてものがいろんなプラスになるってまさにそのこのお金を循環させてねって言ってくれた方が望んでたことなんじゃないのかなって思うんですけれどこの「ビッグイッシュ日本」はね夜のパン屋さんがここからスタートしたということですけれど私日本にニュージーランドから戻ってきたのが2009年なんですけれど戻ってきて。 結構早いうちに原宿歩いてたら、うん、あの原宿の道の脇で販売者さんが片手を上げて、はいはい、ビッグ石をねこの雑誌を持って立ってるみたいなんですよ。でなんかちょっと原宿っぽくない感じのおじさんがこう <laughs> 片手でこう雑誌を持って立ってるから <laughs>、うんはい、あれはなんだろうってちょっと一瞬。はい え、怪しそうって思っちゃったんですよ。知らなかったから。うんはい、でもその友人が、うん、あ、あれはあのビッグイシューって言って、うん、ホームレスの人があの販売でそれがお金になってんだよって聞いて、え、何それ面白そうって思って買ったんですよ。うんはい、でそれそれ以来もう本当に、うん。 をしてる雑誌なんで、ね、ありがとうございます実はちょっとだけ一瞬だけ <laughs> あの事務局であのボランティアしたこともあります本当ですかおにぎり作りとかちょっと手伝ってありますあ,ありがとうございます、はい、でもいろんなその方々そのボランティアの方たちじゃなくて、うん、実際にそのあのまあいろんな方がねちょっとこう、はい、あのあ遊びにやってきてでお茶したり <laughs> お話ししたりでなんかちょっとこう必要な物資をもらったりしていくんですけど、うん、すごくこうフランクに私もお話しできて、うんうん なんかいい経験でした。良かったです。はい、枝本さん、はい、ビッグイッシュにはどれくらい、あの前から関わってらっしゃるんですか。忘れちゃったの。ぐらい。<laughs> どのぐらいか。<laughs> でも最初、あの出て。一二三年ぐらいした、二三年した頃かな <laughs>。ごめんなさい。いえいえ。<laughs> ビッグイッシュで。あの。 スローフードの特集があってでその時インタビューしてくださったんですよねすごいそのそのビックシュが出たことを知っていたのであのなんかいいなと思って、うん、なんかやらせてくださいってやっぱり同じように言って、はい、そしたらなんかページをもらって、うん、でそのそれ以来ずっと。 やってるんです今はねあの、はい、読者の方から送られてきた人生相談に販売者さんが言葉で答えて、はい、枝本さんがそのお悩みに聞くお料理、はい、こんなのどうかしらっていうレシピを掲載してる。はい、そうなんです最近の、あのー やつとか見てみますと、ね、なんかその、まあ、いろんな人生相談にね、うん、こうなんかこう一人旅その一人で行動するのが苦手ですって、はい、どうしたら一人旅できますでしょうかっていうご相談の方に販売者さんが今はいわゆるそのホームレスっていう名前だけれどこれまでいろんな人生経験が、まあ、豊富な、ねうん、あの経験をされてきてですごくねあのこの相談の回答も私好きなんですけど。 そこに枝本さんが、あの、春の野菜のピタサンドっていうレシピで答えているのが。はい <laughs> はい、なんとも、あの、大好きで、ね、<laughs> ありがとうございます。<laughs> まあ、そんな枝本さんにまだまだこの後お話しして、あれ聞きたいんですが、えー、ここで一曲。お送りします。クラムボン、パンと蜜を召し上がれ。うん。嬉しい。 ジ明日のカレンジ」ッジ。

キニマンス塚本二希がお送りしています。明日のカレッジ今日のクラスは明日の食べる学部、食から考える暮らしと社会。え、今日は料理研究家の枝本直美さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。こちらこそ。はい。まあこの食から考える暮らしと社会って結構壮大なテーマに聞こえますけれど、これどうどういうイメージを分かれますか。あの人は誰でも食べて生きていく。 どんな人でも必ず食べて生きていくからでそのことのためそのことが一番大きい社会を回していくエンジンみたいな感じがするんですよ。うん、でだってどんな企業でも、うん、どんなにこう何かこう仕事を作ることでも最終的に人が食べさせられなかったら。 ダメなんだと思うからだから、うん、私たちが本当に消費生活考えるとこうなんか淡々と生きていく時にお金の価値観だけで考えるけどお金だけじゃなくて食べ物なかったら作ってくれる人いなかったらダメなわけだから、うん、その私たちが普段台所にいて大根切ったり人参切ったりあの粉混ぜたりとかしている私たちが。 社会を回してるんだっていう意識をすごい持ちたいなって。それは思う。うん。うん、もともと料理研究家として、あの、まあ、活躍される前からそういった社会とか。<laughs> ううん。 何を考えてないよッッパッパラーみたいなあでもあの、えー、と料理に関係したのは、えー、と芝居をしてたんですよね貧乏の役者をやっていた、うん、で今とは時代が違うから周り中みんな貧乏だから「へーへへ」とか「金ない」とかいう感じだったの。で, <laughs> それで,でなんか道とかにさ生えてる草とかさ「あこれ食べられるこれ食べれない」とか。 ちゃんでんかそんなでも気楽だったんですけどちょっと社会がもっと厳しくなってきたなと思うんだけどそれでなんか料理をする仕事アルバイトで料理をする仕事についてすごい面白かったんですよね。で多分あのなんか思うのはねなんか料理を作るってさすごい自己肯定感。 がある仕事じゃないか今日さあの大きいコンビニに行ってすごいねちょっと燃えた普段燃えたり行かないから <laughs> とと,とすごいな今進んでるなと思ったりするんいやなんかびっくりしたで勉強だと思って今どんなものが流行ってるのかなとかすごい見てたんだけどなんかやっぱりんできてるものを チンってして温めて食べるっていうことって、うん、なんかやっぱりこう関係性が薄い感じ、うん、でそこに山積みになっていてだけど自分でジタバたしてお金なかったとしても白いご飯炊いてみたみたいな、はい、炊きたててうめえって思うう私が炊いたご飯みたい、ね、そ,うそうそうそうなるでしょ。うんうん、でその時に美味ししかったりしたりら 私やるるじゃんんって思えるんだよね<ー>でもさ買って今いろんなもの買えるしでだけど自分が関わるとなんか愛が増すでしょ、うん、<laughs> それとあとあ自分はこういい声でよくやったみたいなそう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  <laughs> <て>そうそう褒めてやることができる気がするの。<laughs> うん、ねえだかからなんかね こうみんなこう時間かけて何か作るとか手間かけるとかそんな面倒くさいってなっちゃうんだけど面倒くさいって思って自分が自分を褒めてあげるようなチャンスを捨ててることもあるかもしれないなって思うんだよね。そ、うん、そうやってていいろろなね視点から、まあ、職そしてまあ職の 食の農業をねいろいろこう考えていくうちにもうご自身も農業を応援する活動を始めてチームムカゴチームムカゴというところの主催者ですけれどチームこのムカゴって私あんまりなじみのない言葉なんですけれどこれなんですねそうそうあのね山芋類えと長芋とか自然薯とか。 山和芋とか、そういうのが、ね、地面の下にできるんです。はい、お芋だから、膨らんでくるんだけど。その上に葉っぱがこうピピピって、の、つるを絡ませて。あの、できて、養分を、こう、取るんだけど。そこの葉っぱの付け根のところに、玉目っていう、コロンとした。あの、ちっちゃい。 直径1センチぐらいまでかな、はい、そう,いうができてでそれがポロンと落ちてそこからまた芽が出てくるんですけど、はい、普段農業では長芋とかそういうお芋を作る人たちはその玉芽ムカゴを使って芽を出すっていう人は少ないんですね最近あの。お芋を切ってそれを埋めてまた出すっていうふうにな,りが<ー>なるのでだから。 なんかね、割と顧みられないんだけど、はい、私ね最初それをあの国立ちに住んでた時に住宅街のフェンスにこれついててポチってできてて、えーはい、でこれムカゴだよって友達に教わってで持って帰ってでご飯に入れて炊いてみたの一緒にムカゴご飯っていうんですけど。 もうさすっごい興奮しちゃって <laughs> 狩猟採集民の血が騒ぐな,<ー>なんか自分で取って、はい、なんか必ずご飯ってなんかお金を出して買って買ったものを料理するとか買ったものを食べるって思うでしょ、うん、だけど道にあるものを取ってきて、はいはい、食べて食べられるみたいな。うん私 何があっても生きていけるみたいに思ったんだよねでも確かに、ね、道端に生えてる野草とか、うん、お花とか、うん、そうあのましては昆虫とか<ー> <laughs> そういうもの,の自分で捕まえて自分で調理して食べるって、うん、本当に自分で生きてるって感じになるんですかね、うん、なんかねなんかそうなんかね スーパーないととかスーパー閉まっちゃったらどうするとかお金なかったら暮らしていけないかなってやっぱり思うじゃない<の>でもそういう時にさあこれ食べれるとか思うとまあまあなるべくそうはなりたくないんだけどでもその時のなんかたくましい気持ちってであ本当は人間生き物だからもともとはそんなふうにして食べてきたんだなって 思思っったたらすごいなと思ったので農業もすごい苦しいところに来てるんだよねお金になることが大事みたいにところで儲からないとかね、うんうん、作らないとか、はい、作儲かるものは作物は何だろうとか。うん、あと人手が少なくくそ、ねうん、そうそうだけどすごく すごい仕事をだって作ってくれる人いなかったら私たち食べれないわけだからそう,そう思ったらなんかそこのことをもっとなんていうんだう自然からできてくるものとか自分が食べていくことがその環境とかと一緒の仕事なんていうの視野がスコンって広がったっていうかねうん、うん、隣のスーパー泊まりコンビニ泊まりだったのが。はい キッチンでなんかこうやっていることが実は地球とつながっってていいくくんだっていう,ふうにもすごく思えたなってあ私,、うん私あの「もったいないキッチン」っていうフードロスとか日本の食文化をね、はい、いろいろこう探るドキュメンタリー映画に、うん、あの出させてもらった身なんですけれど、うんうん、それでもいまだにちゃんとなんちゃんとっていうか,なんか自分の理想と 理想なな感じで食ともっとこう距離感縮めれてない気がするんですよ。なんか忙しいとなんかもう出来あいのものあの買ってチンしたりとかしちゃうし、なんかあのなんかその食材とか買いに行ってもなんだろうなこう例えばこうナスとかあるじゃないですか。ナスあナス買おうって思ってもナスナスと何を合わせたら美味しいかなってなんかイメージが浮かばないんですよ。なんかなんか油で。 あの、うん、焼いて食べる以上なっちゃう。なんか、でもクリエイティビティがないってく。い,ってくいやいや、いいじゃないですか。<laughs> なんか。油でなす焼くだけで、うん、ものすごいクリエイトじゃない。うん、そうですかね。そうだよ。うん、なんか、あの、今ね、若いお母さんとかでね。 子供ににご飯作ってあげるときねなんかファミレスのイメージ、うん、だから例えばハンバーグだったら何とかソースとかさ、はい、付け合わせはどうするとかなんかそういうふうに思っちゃうみたいらしいのね、うん、なすごく丁寧に豪華、うん、に豊かにっていうそう,そういうものがご飯のイメージっていうとちょっとそういうふうになるっていうんだけどでもさ茄子焼いてさ油で。うん い,やいっぱい油吸うなとか <laughs> 思ったりさあとさあすげえ紫色きれいになるなとか思ったり、うん、そのことであといや醤油かな味噌かなとか、まあ、塩でやってみるかとか、うん、なんかそういうのが。 そのそうだ,よだからそうかもっと自分でもう十分やってるってこと、うん、まずちょっと自分で自分を褒めたような、ん、そうなんかやらなくちゃって思わなくていいんだと思うんだ、うん、食べ物ってさ食べ物って生きることと本当に近いから何を食べてるとかっていうことをね私はもう絶対否定しないって思うようになった。だって たそんなの食べちゃダメよっていうことでで生きることを否定することになりかねないじゃないですか。だったらどんなもんでもいいから何でもいいから食べてとか食べて元気に生きてって思うことの方が大事な気がする。うん。なんか、うん、枝本さんがそう言うと何でも身になんか心にお腹に染みていくなって思います。ます役抜きっと、ね、<laughs> ここで一旦お知らせです。

明日のカレッジ今日は料理研究家の枝本直美さんと明日の食べる学部食から考える暮らしと社会について、えー、考えていますここでねみずほウエストさんから、えー、ご質問が来ていますはい、はい、メッセージですニキ、えー、さん枝本さんこんばんはこんばんは えー、夜のパン屋さんにですが、はい、日常の暮らしだとなかなか立ち寄らないようなパン屋さんの体に優しかったり、うん、高級なパンを買うことができてパンも美味しいしすごくいい取り組みだと思いますビジネスとして,して、えー、成り立っているのが素晴らしいと思います寄付だけよりも継続して夜のパン屋さんでパンを買うことが支援になるのではないでしょうか。うん、はい 一度実験でお魚屋さんや八百屋さんで売れ残った素材をお惣菜に調理してくださる夜のお惣菜屋さんはできないでしょうか単身者の私は利用したいしお弁当を作る人は便利なような気がしますビジネスアイディアが提案されました、はいはい、ありがとうございますあの、えー、とま,ずまず今夜のパン屋さんをやっていると 頃はね、あのー、固定店舗じゃないんですよ。私たち。固定店舗を持ったら、多分回、回していけないんです。うん、今もう赤字、赤字だから。そうなんですか。<laughs> そうでも、仕事が作れれば、それでいいから。あのー、そんなに利益が上がる、どう考えても。あのー、仕事ではないんですけど。うん、ピックアップに行く時のギャラが払えると、販売。 している方のギャラが払えればまあよしと思うんですけどね、はい、だけどだから固定店舗固定費がかかってっていう固定店舗を持つのは無理だねと判断してあの移動販売車車で売ったり、うん、軒下をお借りしたりして、はい、外なんです、はい、そうすると、えー、お魚とか八百屋さんはできるかもしれないんですけどあの素材を 調理しててそれを作っったものを売るっていうことはね、うん、外ではダメだな多分でもなんか今の枝本さんの話聞いてると、うんはい、た私よりももっとそのビジネス系の人が聞いたら「それはビジネスとして継続できないんじゃないんですか」ってなんかいろいろ厳しいことを言,う、はい、言うんじゃないかと思うんですけど、えー、資本主義社会によるやり方はどうなんだとか。 利益だけを上げていくビジネスっていうのはダサいと思ってるんですよ。はっきり言った。はっきり言っちゃったぜ。<laughs> そう。だって利益を上げ利益だけを利益を最大化するのがまあ株式会社だったりあのね株主の人の利益を最大化するのが株式会社ですっていうのを勉強した。でもね利益だけをやっていってダメになったじゃん。 はっっきり言って世の中でこんなに格差が開いていってもっともっと利益を上げたいってありえないと思うんですよね。誰ののための利益なんですか、ね、でそうそうそう思っちゃうしだからね利益を上げていくことだけじゃなくてみんながやっていける続けていけることを考えたいと思うんですよ。だからパン屋さんも残ったり 夜のパヤで残ったものは、えっ、ー、と必ずあのえっ、ー、と子ども食堂みたいなところとか、子どもたちの学習支援の場所とかにお届けするようにしてるんですね。うん、で絶対捨てないっていうのを、はい、いやあの考えるようにしてて、でそれはあの利益を上げるため。 でまあ、もちろん利益上げたいですよもちろんちゃんと売れていけばあのみんなに支給払ったりパン屋さんにもできると思うんだけどパン屋さんだって大変だからただでくださいっていうのは絶対嫌だと思って、うん、一生懸命売れるように考えたりとかしたいと思うんだけどなんかねもう。 そう,だなしそういう資本主義的なまたは何て言うのそうそう,こう拡大していくことがいいことっていうのからは抜けたいかなそうしないと地球足りない。 地球ダメになっちゃうかもしれない。うん。まあ本当におっしゃる通りね。うん、あのまあ枝本さんが若かった頃は、うん、みんな同じぐらい貧乏だったっておっしゃってましたけれど。うん、<laughs> そうそうそう。今はなんかそのねみんなでこう、はい、あの割先に我先にって、うん、そう競い合う。それもどうなのかなって思いますね。うん、もう少しちょっとこの後も、はいえー、枝本直美さんにお付き合いいただきます。はい、引き続き明日のカレッジをお楽しみください。 TBS ラジオからお送りしています「明日のカレッジ」「えー、明日の食べる学部食から考える暮らしと社会」今日は料理研究家の枝本直美さんにお越しいただいてあれやこれやお話したらあっという間にお時間でございます。よかったですよ、はい、まあでもねあのまたぜひ今後もはい、はい、また来ていただきたいなと思うんですけれどそうそうまあちょっと最初にね私がご紹介してたそのビッグイシューうちの,うちあの地域近所じゃ買えないよという方にもねぜひ知ってほしい。あの あの応援の方法があるんですが、はい、これどんなものでしょうか、はい、あのコロナであの町の人通りも少なくなったりあのしてる時に街で買いにくいという方のためにコロナの緊急3ヶ月通信販売というのをやっているんですねでそれはあのえっと申し込んでいただいたらあの ビッグイシュー自体を送らせていただいて月に2回出るんですけど、うん、それを送らせていただいてその時の販売者さんが売ると販売者さんの半分がギャラになったんですけどもその分と同じ分を。 販売者さんみんなにお分けてやっていくという形を取っています。はい、<う>あのホームページでビッグイッシュ日本のホームページで受付しているのでぜひ見てください。私もね <laughs> あのまあ東京に住んでるといろんな地域、はい、駅前とかであの販売者さん見かけるんですけれど、うん、あのちょっとこう今日寒いですねって、はい、ちょっとこうおしゃべりしたり、うん、あとの販売者さんによっては結構そのいろいろ工夫されて販売している方も多くて、はい、なんかこう手書きの メッセージカードを何枚もコピーして自分でそこでねあの差し込んでる方もいるんですけれどそういうちょっとこうちょっとした交流も楽しみの一つなんですよでビッグイシューの,その雑誌としてのクオリティもねめちゃくちゃ私は推してるんですけれどまあちょっとあの今手元にあるのが2月15日号 表紙がオードリー・タンさんか。かよくない？めちゃくちゃかっこいいです。私もも以前インタビューしたことあります。あ、本当ですか？もう白熱しちゃったもうすごい。社会やカルチャー、経済、そしてまたあの心のねこととかいろいろな幅広いテーマを扱ってて、で、あのこのページ数もまあ三十枚ほどなんで三十ページほどなんですけど、このクオリティで四百五十円。 やす <laughs> いやいや。最後に、なん宣伝なっちゃったけれど、本当にもう個人的に、はい、あのあビッグイッシューさん応援してますんで。はい、まあ、あのぜひね、リスナーの皆さんにも、あのしてほしいなと、うん、ついつい熱くなってしまいます。ありがとうございます。はい、こちらこそ、どうもありがとうございました。はい、また、あの機会があれば、お越しいただきたいです。はい、えーはいえー、ここまでの講師は、料理研究家の枝本直美さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 今はの清志郎 with 井上陽水愛を歌おうをお送りしました。お知らせの後はニューサンドコーリングです。 no uh -huh. 明日のカレッジここからはニュースコーリングえー、まずは私に気が最近とっても気になってるニュースを一つご紹介したいと思いますえー、今もねロシアとウクライナの停戦交渉まあ続いていますけれどえー、まあ、どうなるかはちょっとまだね、えー、不明な感じがするのですがこのロシアとウクライナの間の戦争の影響でえー 第二次世界大戦以降最大の世界規模の食糧危機が始まるかもしれないと国連の、えー、WFP= 世界食糧計画が警鐘を鳴らしています。 wfp のデイビッドビーズリー事務局長は、えー、災害につ次ぐ災害だとし、えー、世界中の食料流通に、えー、物流流通生産に支障をもたらすと言っています、えー、まあロシアとウクライナですよねもともと世界の小麦粉の三分の一近くを製造しているということでして、えー、エジプトやレバノンなど中 東の国々の多くは小麦粉の8割以上なんかをウクライナロシアから輸入しているんですねでまああのまあ皆さんももうご存知のように今のこの戦争の影響で、えー、今まさに小麦粉は収穫そして種まきの時期なんですが、まあ、現在ウクライナの方では例年の土壌の半分しかこの、えー 小麦,の小麦や穀物の栽培に使えていないと言っています、まあ、あの実際にそのもうウクライナの男性の多くが、まあ、今、戦争に駆り出されているような状況ですので、えー、なかなか厳しいんじゃないかと思うんですが、えー、日本時間の今日国連、えー、WFP のビーズリー事務局長はこのような発言をしました。<laughs> この戦争が今後60日間も続けば3000万人が深刻な食糧不足に陥るだろう4ヶ月後も戦争が続いていれば5000万人が影響されるこの戦争はウクライナだけにとどまらない一刻も早く終結させなければ世界の誰もがその影響を感じることになるだろうとかなり強い口調でこの世界各地で 食料危機が、えー、のそのその影響が広まるということをねえー、まあ訴えています。このまま何事もな何も変わらず戦争が続けばということなんですが。 現在、ウクライナでは、えー、もうすでにですね毎月1ヶ月単位で2億ドルのお金をかけて、えー、食料支援が進んでいますしかし6月になる頃にはウクライナ国内で600万人が食料支援を必要とするという可能性が出ていて、まあ、そうなった頃には3億ドル毎月。 かけて食料支援をしなければならないかもしれないという本当にもうちょっとこう、あのーまあ、想像を超える数字がねボン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 出てきております、まあ、WFP は2020年にノーベル平和賞を受賞したのを覚えている方も多いと思いますけれど、まあ、なぜ食世界食糧計画がノーベル平和賞を受賞したのかというと 飢餓が戦争や紛争の武器として使われることを防ぐ努力をしたからそこが評価されたんですね。しかしその WFP が世界各地の食料支援に使っている穀物の半分がウクライナ産だったんですはいここで結構積むような感じになってきますね。まあ、あの現在 あのまあ、私も今回のこのニュースいろいろ調べてたんですけれどあの英語で小麦粉価格、まあ、フラワープライスと検索するといろんな国のニュースが出てきましたもうあの欧米だけではなく、えー、中東やアフリカ諸国のニュースもね、えー、入ってきましてこれは本当にもう世界規模の食糧危機の、まあ、継承なんだねということが、えー、自覚できたのですが、まあ、地域によってはすでに小麦粉の 価格が7割高になってい,るというところもともと小麦粉というのは世界のカロリー消費の15%を占めるというものでして、まあ、あの小麦粉を、まあ、パンとか、ね、主食として食べている文化も多いのですが、まあ、あのこのまあウクライナの,その戦争でどうなってしまうのか、まあ、これは本当にもう。 蓋を開けてみないとわからない、でもその蓋はどうか開けてほしくないという気持ちでございます、まあ、例えば内戦が続くイエメンでは、すでに800万人のほど人が食料支援を受けているんですが、え最近、ここでの支給量を半分に減らさなければならなかったそうです、UFP がですね。 でこの先もしかしたら完全にイエメンでの食料支援の配給をストップさせなければならないかもしれないというそこまで壊滅的な打撃がすでに実感されているということが分かってきました、まあ、日本の方でも、えー、小麦粉のみならず様々な食料そして原油の価格高騰が、えー、話題になっていますけれど、まあ、農林水産省のホームページによりますと日本が輸入 日本の小麦粉は9割が輸入されているものでその半分はアメリカそして3割がカナダそしてオーストラリアから輸入されているものなんです。あじゃあウクライナから小麦粉輸入してないのじゃあ大丈夫だろうというのもちょっと早すぎると思うんですよね。まあ穀物 えはまあ、小麦粉以外の穀物もありますけれど、まあ、家畜の餌に、ね、飼料になったりするさまざまなところでこう私が今ここでこの自分がちょっとネットで調べたぐらいの量をこの時間で全部お伝えすることはできないのですけれどこれはちょっと本当に本格的にあしたのカレッジで後々、えー、専門家の方にお話を聞きたいなと思います。まあ、食料危機 実際にどうなってしまうのかえ日本だけではなく世界各地でどのような影響を及ぼすのかということをねまあ心配するわけですけれどそのためにも停戦交渉1日でも早く平和につながる結果で終わってほしいと切に願っております。以上私かかららのののニューースのご紹介でしたさてここからのニュースコーリングはえ4月つ 四月二日の世界自閉症啓発デーについて、お届けします。え今日は、え npo 法人東京都自閉症協会の副理事でいらっしゃる。吉田洋子さんと尾崎美穂さんとつながっています。えー、もしもし、こんばんは。 こんばんは。はい、どうぞよろしくお願いいたします。いますはい、どうも。えー、まずはなんですけれど、吉田さんの方からですね。この、はい、えー、ま4月2日、もうえっ、ー、と土曜日ですね。今週土曜日に、はい、えあります世界自閉症啓発でどんな日なのか教えてもらえますか。はい。えっ、ー、とこれ2007年にあの。 国連総会でカタール国の,あの王妃が提唱されてそこであの4月2日を世界自閉症啓発デーにしましょうということで決議されたんですね、はい、そこから始まってますで、はい、ワールドオーティズム・アウェアネス・デイっていうことで、はい、WAAD っていうふうによくみんなあの訳しますけれどもあのその日になりました。 で4月2日がどうしてなのって時々あと聞かれるんですけれども、うんえっと、はっきりしてなくて他になんか記念日がなかったからその日になったみたいなのが <laughs> そな。日本ではあの世界自閉症啓発で実行委員というのが組織されてましてで、えー、東京タワーで点灯式が行われています。はい、私もあの東京タワーがこの日に ブルーにライトアップされているの写真で見たことがあるんですけれどじゃあこれは本当にもう世界,世界各地で、えー、4月2日なんらかの形で実行されている、まあ、日なんです、ねはい、そうですすねねそう本当に世界中各国でもランドマークは青になってますし。 多分それぞれの国であのそれ以外のこともいろいろされていると思います理解,理解啓発を求めるということでいいろんな活動をされてると思いますうんこの日をきっかけに自閉症というものを、えー、自閉症の方々について知ってくださいという取り組みなんです、ねはい、そうですすねねそう尾、ん、崎さん、あのはい、この世界、まあ、東京タワーあの,のように世界各地でそのブルーにライトアップされているのはなぜ、えー、青色なんでしょう そうですねなんかそれもですねあのはっきりと何かの根拠があるわけじゃないんですけどなんかそのブルーっていうとやっぱり癒しとかなんかこう爽やかなイメージとか、うん、その気候があるとかっていうカラーがあの自閉症のイメージにぴったりなんではないかということで一応あのブルーが自閉症のイメージカラーっていうふうに言われてます。すすごいいポジティブブなな意味合いででルーなんですね 自閉症のなん,かなんだろうなあ,のあんまりホットな感じじゃないんですよねこう赤とかそう情熱的な感じではなくちょっとこうクールで爽やかな感じがこう自閉症っぽいんじゃないかっていうふうにちなみに、あのー、今年のじ世界自閉症啓発で、あのー、まあ東京または日本各地ではどんな取り組みが予定されているんでしょう。あ そうですね今年やっぱりねコロナ禍なので大体、あのー、そうですね今までみたいにこうあんまり人が集まるあの講演会とかあのシンポジウムみたいな感じではなくってやっぱりこうオンラインでみんなであのブルーになりましょうみたいな呼びかけをしてたりするんですけど、うん、あの東京ではあのゲットインタッチっていう団体がありまして私東京都自閉症協会とそのゲットインタッチってあの両方 所属してるんですけどあの俳優の東千鶴が代表を務めておりまして、はい、そこの団体が4月2日を「ウォームブルーで温かい青い日」っていうふうに命名してもう自閉症関係者だけじゃなくって。 企業さんだったりあ,のあと他の障害の団体だったりもういろんなところに呼びかけてみんなで東京を青く染めようっていう活動ですね2013年からずっとやってるんですね、うん、であのもうそれでこうだんだんもう継続してもう何年もあのこの日は青っていうのが割と東京で浸透してきていて、うん、であのいろんなやっぱりランドマークが青く ライトアップされるだけじゃなくてデコレーションされたりなんかまあ,あの渋谷区アクションさんとかだったらその日はもう職員が青いものを身につけて過ごしますとか<ー>なんか丸井さんとかシップスさんみたいなこうアパレルメーカーとかがさんあのディスプレイを青にしたりとかっていうような感じでいろんなところであの青いアクションが広がって。 ますね。はい。今気づいたんですけれど、T. B. S. ラジオのロゴも青なんですよ。青ですねこれ。あの、ちょっと、ここあの、うん、ちゃっかりしてるかもしれませんけど。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。もちろん、今日は私たちも青ですね。はい。<laughs> そうなんですねえじゃあもう本当にいろいろなあの個人や団体だけではなくまあ企業や自治体の方もどん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 ん参加してきているあのこの世界自閉症啓発デーですけれどあの今年、先ほどもあのコロナ禍ということをおっしゃってましたけれどあの吉田さん、今年はあのオンラインイベントも開催されるよううでですすねはいそうなんです、えー、実は、ね、今日の夜の8時半過ぎまで。 司会のリハをやってきました <laughs> お疲れ様ですはいありがとうございますであのえー、っとですね数えたら40団体さんが入ってくださってまして<ー>えっと当事者の皆さんももちろんですしそれからさっき尾崎が言いました企業さんとかあと団体の方そのぐらいの数の方がお集まりいただけるっていうことが分かってます。 ーそれで YouTube ライブの配信をしましてでその当事の人はそれぞれ自分のことを話したりしますしあと、えー、企業さんはそのブルーアクションということで取り組みを紹介してくださったりあとダンスや、えー、楽器の演奏とか歌のパフォーマンスも今回あります。じゃあそののためにいろんな方々があのー あの準備や練習を今重ねてらっしゃるとことですはいこのようなオンラインイベントだとね、まあ、あの集まって見ることはできないけれどど,どこにいても YouTube を通して参加できる応援ができるっていいですね。 そそそううですすねそう思ってますうんえそしてまし吉田さんは東京タワー2022のえー実行委員会副委員長としてえクラウドファンディングをえ開催されたそうですが、はい、このライブ配信のためのえ支援を呼びかけたクラウドファンディングもうすでに終了されているようですがいかかがででしたか、はい、そうなんですよねあの実は2017年にもクラウドファンディングちょっとやっててでその時の ことがあったんですけど、今回ちょっと配信のためなのでかなり金額も私たち的には高額で最初、うん、はちょっと不安だったんですけれどもあの結果的には61名の方からご支援いただいて、うん、133%ぐらいまでいきましたね。 お本当にあの達成よりもさらにそうで目標よりも達成したと本当にはい感謝してますなんかこの場をお借りしていいのかわかりませんが、ね、本当にありがとうございましたはいじゃあ結構こういったオンライン配信もまだまだねまああのこのコロナ禍で新しく挑戦されてる人たちもいっぱいいますけれどあのまあ自閉症の当事者の皆さんそして、えー、まあ支援者の方々いろんな人たちがこう集まって協力しているというすごくそれは、うん、あの素晴らしいなと思うんですけど。 けれどこの世界自閉症啓発デーは、ねまあ、自閉症の方々のことを知ってもらうためにやるという、えー、ことですけれど吉田さんとしては自閉症のどのような側面を、えー、もっといろんな人に知ってもらいたいと思いいますかはい、あのなかなかあの一概に自閉症の人って難しいんですけれども。はい、あの 今回は私は自分の息子のことでお話しさせていただきたいなと思ってましてで私の息子はあのかなり重度な知的障害と自閉症を併せ持つ人なんですね。でそういう人なんですけれどもいつだったかな少し前にあの同じマンションに住んでる方からあの、まあ、荷物を抱えて自分がねマンションに帰ってきた時に。 そのまあ、息子がいたとでその自分に気がついて息子さんがマンションのねドアを開けて押さえててくれたってだからねあのそれを報告したくてって言ってくれたんですよねえっってすごいびっくりしちゃって私それまでそういったことは<で>あの見たことなかったんですか、あのー うん私には少なくともやってくれませんので<れ> <laughs> それであとその時ね地平上の人って社会性が身につきにくいとかってよく言われるんですね。でそういうその社会性ってそもそもなんだろうなってすごいよく考えたりしてたのでそとふと思ったのはその、まあ、空気を読むとかは難しいんだけどこう目の前に息子の目の前にいる人がその社会性をね 実は彼の中にも彼なりにはなんか社会性みたいなものが内在してて、うん、でそれをこう発揮したい相手だったらするんじゃないかなって思ったりしたんですよね。うん、っていうようなことがありましてで今私がそのあ,のあえて皆さんに知っていただきたいなって思うのは最近本当によく言われてることなんですけどやっぱり感覚感じ方の違いですねこれは本当にあると思っていて。 えと聞こえ方とか見え方あと触覚とか、まあ、味覚嗅覚そういうものは本当に違うなと思っててそこからいろんなことがあ,のあるのでそれそう違いがあるよということを知っていただきたいなというふうに今は思っています。はい そうですね、まああの本当に一概にねあの自閉症とはこういうものだとかこういう人だっていうのはまあ決して言えることではないですけれどまあその知ることの入り口としてねこういった日があるのはあのどんどん広まってほしいなって思,思いますあの。最後になりますけれど尾崎さんの方からこの、えーまあ、今週土曜日4月2日に行われる世界自閉症啓発デーを通じてどういったことを知ってほしい感じてほしいということがありましたら。 えー、リスナーの皆さんにメッセージをお願いしていいですか そうですね本当ね10年ぐらい前まではあの自閉症とか発達障害っていう言葉があんまりこう日本では知られてなくって、うん、であの引きこもりとね混在され誤解されちゃったりとかあとはその親の育て方の問題にされたりとかっていろいろ誤解があってですねもともと私たちはそ,れそういう誤解を解くっていう活動をやってたんですね。うん、最近では自閉症とか発達障害って割と 皆さんにに知られるようになってきてき、うん、割と知ってらっしゃる方多いと思うんですけどあのそしたら今度は逆にですねなんかちょっとユニークな個性を持つ人を自閉症っていう風にこうに面白おかしくラベリングしたり有名人とかでもなんかあの人って自閉症っぽいよねみたいな感じでこう言ったりっていう,<ー>こう安易なそういうレッテル張りみたいなのも増えてきてちょっと私たちも複雑な心境なんですよね。うん であの本当さっき吉田も言ったようにあの自閉症の人たちっていうのはその感じ方とか捉え方が違う人たちあの欧米では今なんかニューロダイバーシティみたいな考え方っていうのもちょっと広がってきていて、はい、もともと脳っていうのはとても多様で一人一人が違うんだっていう考えのもとにあのそういう自閉症の人たちをニューロマイノリティあの,小あの神経学的少数派っていう捉え方で なんかそういういろんな多様な考え方とか見方をする人たちをもっとこう一緒に楽しく共生していこうよみたいな,なんかそういう人たちを普通の人に訓練したりとかするんではなくってその人はその人のままでその面白さを見出していこうよっていうようなあの考え方がちょっとだんだん広がってきてるんですよね。日本はままだちちょょっっっっととそこまで行ててなくってやっぱりちょっと あの奇妙な人たちとか不思議な人たちをどうしてもそうやってラベリングして排除したりっていうような風潮になりやすいのでそうではなくってなんかそういうちょっと魅力的なあの側面がとても自閉症っていうのはある人たちなのでその自閉症の魅力を私たちはこうもっともっと発信していきたいしみんなに知ってもらいたいなっていうふうに思ってます。 はい、お話どううもありがとうございます本当に私自身ももっともっと知りたいなと思うことたくさんあるんですけれど、ね、リスナーの皆さんもぜひ、えー、今週の土曜日4月2日、えー、あもしあのお洋服や持ち物何か青いものを身につけて、えーまあ、SNS に、ね、投稿したいという方は「えー、ハッシュタグ青コーデ というものを入れると他のいろんな人たちとその同じ日に投稿している人たちとつながれるんじゃないかと思います。えー、そして、えー、自閉スポッ 自閉スペクトラム症についてえもっと知りたいと思われた方は NPO 法人東京都自閉症協会のウェブサイトにぜひアクセスしてみてください。はい、でもお話を伺ってね、あのこういわゆるその普通とか普通じゃないとかそういったこともね、なんかもっともっとこう。 捨てて変えていかなきゃいけないと思うんですけれど、うん、<laughs> ま。そのためにはねこう正しい知識とね。あのちゃんと尊重とかっていうこともすごく大事と思いますので、今日はあの？ し知ることの入り口にちょっと立てた気がします明日のカレッジニューサンドコーリング今日は4月2日の世界自閉症啓発デーについて NPO 法人東京都自閉症協会の副理事の吉田陽子さんと尾崎美穂さんにお話を伺いましたお二人ともどうもありがとうございました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  ジ明日のカレンジ」明日のカレンジ。 明日のカレッジキニマンス塚本二期がお届けしています明日のカレッジ、えー、今日も本当にいろいろなテーマをいろいろな角度からいろいろな人々から学ばせていただいておりますちょっとねお便りもっと読みましょうかねはいいつもありがとうございます皆さん S えー、8 S さんのツイートです、最近は忙しすぎて食事を楽しむよりも食欲を処理しているみたいな食事しかしていない。あー、分かるな、これ、<laughs> 私も、あのーね、最近はもうちょっとこう、あのー、頑張ってね、なんか朝ごはんだけはこう自分でなんかちょっと作ってみるとかっていうのをちょっと意識しながら努力してるんですけれど。 食欲を処理するっていうのもねなんかちょっとこれあの八江さんの話にちょっとこう乗っかっちゃうような形でちょっと恐縮なんですけれどなんかちょっとこういろいろねあの、まあ、つまらないことしんどいことちょっと心があの落ち込んでしまうようなことがねこう続,続けてた時の時期が昔あったんですけれど本当にもうなんか食欲とか邪魔って思って。 正直はいもうなんか食べても食べてもまたそのうちお腹がすくの本当にこれなんか生きてるって非効率とかねもうすごいなんか病んでたなと思うんですけれど今は全然そうじゃなくてもうあの美味しいもの食べてあー美味しいなー幸せだなーとか思えるようになってるんですけどねなんかまあ うんでも、まあ、そういう状態になってた時の自分を、まあ、無理にこうなんか直そうとか変えようとか否定はしていなかったかなってなんかちょっと思い出しますね。うんでもまあね美味しいものを美味しい幸せって思える今のじ自分は好きです。はい <laughs> えー、そしてヘイ、hey、さんですね。 えー、ビッグイシューを買う時は必ず少し世間話をするようにしてるけど本当に気持ちのいい方ばかりでこちらの背筋が伸びることばかりですと、はい、私もビッグイシューの販売員さんとね本当にあの何、ー、でしょうちょっとこう「まあ、今日はなんかあの気持ちいい天気ですね」とか「あの疲れてませんか?」とかあのちょっとするとねすごく皆さんあの何、ー、て言うんすよなんか 爽やかな感じでまあ時々ねすごくお話が面白いあの方もいて気が付いたらなんか10分ぐらいなんか立ち話したってこともあるんですけれどいろんなこう背景を持った方々があのあそたあの働いてらっしゃるんですよね。なんかあの出身はどこどこでこんな仕事やっててでもなんかこれでちょっといろいろまあなんかまあ いろ,いろんな人生でねそのいけないわ悪いことがあってで今に至るんだよって話を結構気さくにしてくれた方あのおじいちゃんもいるんですけれど。うん、あのー 今頃元気にされててるかなーなんて考えますねうんそして、えー、コルシカンさん都内に行ってもなかなか販売員の人に会えないけれど通販があるっぽいねバックナンバーで読みたい号があるから今度申し込んでみようかなとつぶやいてくれてますありがとうございますいや本当にビッグイシューはねなんかあのー、最近はいろいろもう強いられてるかもしれないけれどちょっとねなんかあのー、あの人はなんか 何をやってるんだろうって、ちょっとこう。情報がまだ全ての人に届いてないところも、つい最近まであったみたいです。けれど、まあ、このコロナ禍でね、なかなか外に出れない。イコール、販売員さんに会えないという方々のためにもね。ぜひあの、ビッグイシューが通販でも買えるということをしてほしいなと思います。えー、メンマーさんからも来ています。ニキさん、こんばんは、アイ、はい、こんばんは。障害者支援の職に私はついております。 世の中ではだいぶ自閉症などの方がいらっしゃるが一度は耳に,触れ耳に触れる機会はあるかと思います。まだまだ公共の場では偏見の目があるのが悲しくなります。発達障害など個性であることが地方ではなかなか浸透しておらず啓蒙活動につなげるには課題が多いのが現実です。 はいありがそう私もねあの自分の身の回りにあの自閉症ですっていう人が、まあ、あまりいない人生を生きてきていましたので正直ねこうもっと何か知りたいなって思ってたんですよ。で最近見つけた結構面白いドラマシリーズがありましてアマゾンプライムで配信されてるんですけれど「思うままの世界」 っていう放題なんですね。あの現代はアズ・ウィ・シーイーなんですけれど、これ、どういったあのドラマかと言いますと。三人の自閉症スペクトラムの二十、えー、代の若者がシェア、シェアハウスで生活してるんですよ。男,男性二人、女性一人で、三人で暮らしながら。あのー なんか定期的にちょっとこう支援をしてくれるあの専門家のカウンセラーみたいな人がやってきてで最近はどうっていろいろそれぞれの課題をあの乗り越えていこう例えば、えー、一人の人はめちゃくちゃ頭がよくてあのもうコンピューター関係のプログラミングの関係の仕事をやってるバリバリあの仕事ができるけれど人間関係を見つけつな作るのが苦手。 で、まあ、職場でも上司になんか喧嘩を打って食いになってしまうとかねそういうこともあるんですけれどでも頭はめっちゃいいんですよ。でもう一人の人はあの仕事をしていない外に出るのが怖くて家にずっといがちだけれどあの同じ建物に住む子供と仲良くなってでその子と交こ友うこううをうく、えー まあ深ませていくとかでもう一人の,その女性の人はあのファストフード店で働いてるんだけれどちょっとなんかこう、まあ、不思議ちゃん扱いされててであの彼氏が欲しい彼氏が欲しいって言っていっつもそんな妹を、えーまあ、お兄さんがいるんですけれどそんな妹に,いやお前に「お前のような子,子は恋愛なんかしためだ」って危険だって言っていろいろちょっとこう干渉してくるって。 で何が面白いかってこのドラマ自閉症スペクトラムの主人公3人がいるんですけど3人を演じている役者さん実生活でも自閉症スペクトラムの当事者なんです。そううあのななんだろうなこれ まあ自閉症じゃない人が自閉症を演じることってちょっとなんかおかしくないっていう世論がまああのアメリカの方ではね結構高まってきてじゃあ自自閉閉症症のの当事者に自閉症の役を演じさせるっっっててこれは可能なのかいいろろ議論もあったんですよでも今実際にこのアマゾンプライムで配信されている「思うままの世界」ではリアルに自閉症当事者の人がまあ自分の実体験をいろいろこう。 あのーまあ、振り返りながらもあるんだけれどすごく素晴らしい演技をしててもうこっちは見る側はとても、あのー、吸い込まれていきますのでぜひね、あのーまあ、これが全てってわけではないですよこれが自閉症の全てってわけではないですけれど一つの、まあ、例としてね、あのー、ちょっとこう考える材料になるんじゃないかと思いますのでぜひちょっと気になる方は「えー、アマプラ」の思うままの世界をチェックしてみてください。 はい、えー、それではお知らせの後は慈恵学園コムグループプレゼンツ「あなたの夢は何ですか?」です。 時系学園コムグループプレゼンツ。あなたのあなたのあなたの夢は何ですか。こんばんは、浜谷健二です。この番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています。あなたの夢は何ですか。<music> 今日の嫁追い人はこの方です。株式会社プランドュシーザ・の川分名古屋でパティシエをさせていただいております山田優奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さん、今おいくつですか。今二十五歳になります。二十五歳で、はい、はい、パティシエさんということでこのザ川分名古屋というのは何でもすごい歴史のある老舗料亭の跡地でやられてるお店ということで。はい。どのぐらいの歴史があるんですか。過去四百年の歴史を持った料亭のお店を。 我が社ブランドシールが受け取らせていただいてイタリアンのレストランにさせていただいておますもう写真とか見ましたけどもすごいですよねもう、はい、建物そのまんまですよねそうですねすごい趣のある舗ね舗これ400年の歴史があるお店お店というかその場所で、はい、えこの375年も歴史が短い山田さんが、はい <laughs> 25歳の山田さんが働くっていうのは、うんね、私が入社する前からずっと地方の方々に愛されてきた店舗だなっていうのをすごい痛感するのであとオープンキッチンになっているので、うん、もう一つ一つの動作がすごい見られているなという意識の中働かせていただいてますうわーオープンキッチンでも目の超えた舌 <laughs> の超えたお客様に見られている。<laughs> これ今働いて何年ですか今五年経ちました五年経ちましたか、はい、もう結構五年経ったら慣れてきたというかそう,そうですねね後輩たちもできてみたいな感じですよね、はい、さあ山田さんがパティシエを目指したきっかけこれ何かあるんですか、はい、私は小学生の時に、うん えと小さい頃にバレンタインで作ったお菓子を友達に食べてもらった時の喜びがきっかけでパティシエを目指していたなと思います。あら素敵な 小学校の時にバレンタインでチョコのお菓子を作って、そうですね。クッキーと生チョコを確かその時、クッキーと生チョコのお菓子を作って、はい、それが初めてぐらいですか？きっとそうだと思います。両親に手伝ってもらいながら、小学校何年生の時？多分低学年の時ですかね。いやー、二三年生とかかな。そうですね、きっと。これお友達っておっしゃいましたけど、男の子？あ、いやもう女の子。女の <laughs> 交換をする文化がきっとあって、あ、女の子同士でそういうのちょっと楽しんで、はい、ち,ょちょっと楽しい。男の子には渡さなかったんですか。 <か>男の子に渡した記憶はあんまりない。おらそうなの？<laughs> じゃあちょっとあれか、スイーツの方に興味がいっちゃったのか。そうですね、そうですね。バレンタインデーという行事よりも、<laughs> はい。おお、その時友達が喜んで美味しいって言って、はい、それがきっかけで。 人に物を渡した時に嬉しい美味しいって感情がすごい好きです。その小学校低学年の時だったらパティシエっていう言葉はまだ知らなかったんじゃないですか。そうですね。なんかあの昔目指してたきっかけみたいなものがいつっていうのがもうはっきりとっていうよりも、うん、小学校の時の卒業の卒業の夢みたいなところにその時にあの喫茶店を持ちたいっていうようななるほど小学生ながらにこうケーキとか出すところは喫茶店だろうと思い。うん そう,ですね、そういうところがきっかけってことかな,なるほどねでそんな山田さんがパティシエになるために学んだ学校とコースこちらはどちらになるんでしょうかはい。えっと名古屋コミュニケーションアート専門学校という学校のパティシエコースで2年間学ばせていただきます、はあ、パティシエコース、はい、この学校を選んだ最大の理由は何でしょう、えっと実習の数がとても多くて、うん、他の学校と比べたときに実習の数が多く、うん、とまた 他のコースの方々がすごい近くにいて、えっと動物のコースだったり、うん、音楽のコースだったりするようなコースの方々がたくさんいる、いろんな方と関われるなと思ったのがきっかけです。はあ、でパティシエを目指している方以外の同級生とかとこう触れ合うっていうのはこう、なんか結構プラスになるんですか？そうですね。あのー、いろんな発想の方と関わりたいなってずっと思ってたので。 新たな発見になるなってすごい思いました。なるほど、パティシエってことは、まあ、いろんな人たちにスイーツをね、食べてもらうわけだから。そ,ね、その人たちも知ってなきゃいけないですもんね。そうですね。ーねー、そうなんだ。これ実習が多いっていうのは、週に何回ぐらいやられるんですか。週に四回か五回、ほぼ毎日ぐらいありました。ええー?。実習って何やるんですか。 もう1年生の頃はずっと基礎技術みたいなスポンジをひたすら焼くとか結構厳しいねいや最初の方はすごいそういうのが学びのもう生クリームとかチョコとかまだ早いよみたいないやでも,あのもう初めは手で立てたりとかもしましたでもすごい手で立機械使ってんじゃねえぞみたいな <laughs> こういうも柔道で言えば最初の3か月受け身だけみたいなことでしょ <laughs> でもなんか多分きっと 就職する場所によっては、うん、その器具が違ったりとかもあったりするので、基礎<あ>の技術を基礎のね、できてなきゃいけないっていう、はい、うわぁ、スポンジ作り、パティシエ目指してで最初スポンジだけ作れって言われて、どうですかあでもすごい、もう初めはお菓子が作れることがすごく楽しくて、そ<う>でそのレシピによって全然違ったりするんですね、<ー>配合だったりもう同じじゃないっていうのが分かったっていう感じかないい 全然違うんだ。んそうですね、全然違いました。あ、はあ、それそういう基礎を学んで、で、だんもう二年生とかになってきたらどういう実習に変わってくるの？それは。その時からえっと応用の組み合わせたりするようなケーキを作ることが増えてきて、うん、いろんなケーキ屋さんで働いてる先生が来てくださったりして、うん、その学校の。 レシピなどそのお店のレシピなどを作らせていただくことが多かったですあらまあもう実際にそのお店のなんか看板のスイーツとかの,のそうですね持ってきていただいててそのレシピなども使っていた、ね、それすごい勉強になったんじゃないとてもありがたかったですねあんまり聞いたことのないような、えー、あのものが学生だったのですごい多くて今となってはあの,あの時のあれがみたいなことをすごい思い出します、えー、パティシエってったらねもう結構憧れてるねえー、方も多いと思うんですけど山田さんのように パティシエを目指している若い方たちにちょっとアドバイスをお願いしたいと思います、はい、お願いしますその時に自分のなりたい姿や作り上げたいものなどちゃんとした目標を持ってお仕事を見つけれるときっとやりがいにもつながり楽しい人生になると思うのでぜひ自分のしたいことを探して頑張っていってほしいなと思いますなるほど山田さんが実際そうだったようにねそうですねいいんじゃないでしょうかさあそして山田さんこれからもっと大きな夢があるのでしょうか聞いてみましょう 山田優奈さん、あなたの夢はなんですか？はい、私の夢は自分のお店を持つことです。ああ、なるほど。そうだね。もうスイーツ専門店の。そうですね。自分の今まで作ってきたものや、自分の好きな人たちに囲まれながら、うん、それを一番喜んでもらえる方々に提供できるような自分の力となったものを全部活かせるお店を作り上げたいなと思います。うん、い,やいいじゃないですか、お店のね、もうあのー、店にこうでっかい看板があって。<laughs> 山田さんがこうホイップクリームこう作ってる写真がこう <laughs> ね 上司にも後輩にもこの人が働きたいと思ってもらえるような姿になりたいなとなるほどスイーツを通して愛されるような人間にもなっていきたいとそ,、ね、いやその夢ぜひとも実現させてくださいこの番組は YouTube でもご覧いただけますあなたの夢は何ですか TBS で検索してみてください今日の夢予備とはザ・川分名古屋でパティシエをしている山田優奈さんでしたありがとうございましたありがとうございました 今月の TBS ラジオ推薦曲やゆよで Take it easy をお送りしましたキニマンス塚本仁貴が赤坂 TBS ラジオのスタジオからラジオと YouTube ライブでお送りしてきました明日のカレッジ、えー、今日もこの後 YouTube ライブの方でアフタートークを、えー、しながらねまあいろんな話したねなんて振り返りますのでまあお時間ある方はそちらでどうぞお付き合いください でねまあ今日冒頭で,冒頭で私あの桜がね綺麗だねとか白木蓮もあのなんか好きだなって話してましたけれどハリモグさんの方では庭の桜の木はすでに葉桜なんですねそうなんだでも本当にあっという間ですよね桜ってなんかあのこの時期になるとなんかもう、まあ、当然のようにねこう咲いて綺麗だなーって思っちゃいますけど。 本当に一瞬で終わってしまうのでね、まあ、皆さんぜひあのお休みの日なんかちょっとこう余裕があるときはね、お近くの公園とか散歩したりして、あの季節のあのなんだ季節の。 な流れっっててていいいううののか節目っていうのかを感じてくださいでもね花粉症な人もいると思いますのでどうぞねあのそちらもご自愛してほしいなと思います。えー、ビビさんは桜はわざわざ見に行くより通りすがるに出くわしてああ咲いたなーと思うぐらいが自分にとってのちょうどいい距離感かなと、えー、なかなかクールなつぶやきをされています。は でねあとね、あのー、ツイッターでつぐみさんがあのコメントをしてくださってまして「にきさんのワールドニュースのピックアップが好きいずれ自分で読めるようになるぞおっかさんにデュオリンゴを教えたらはまった」っておっしゃってますけれどそうなんですよね私もまあ毎日、ね、あの皆さんにどんなニュースをお伝えしようかなって、まあ、あの日本のニュースそしてまあ海外の、ね、ニュースいろいろこう、まあ普段からフォローチェックしてるんですけれど自分、まああの自分 自分のねこう。 先生の力を借りながらいろいろ調べてますが、はいまあ、あのこれもまあ英語ができてよかったなと、はい、日々思うばかりですが、まあ、そんなねあのねつぐみさん他のリスナーさんやあのツイートのフォロワーさんに d u o リ i n g o っていうあの語学学習アプリをちょっと前にあのおすすめしたんですけれど、はい、何人かの方があのフォローしてくださってそこでちょっと皆さん励まし合いながら私も今、えっと、韓国語とフランス語とスペ スペイン語本当にもうあのよちよちレベルですけれどあのちょっと頑張ってますはいのでぜひねつぐみさんも英語頑張って英語のニュース自分で読めるようになったらはいそれでも明日のカレッジは聞いてほしいななんて思います。 <laughs> はい、まあ、そんな感じで、えー、皆さん後ほど YouTube でお会いしましょう明日木曜日はサイエンスエンターテイナーの五十嵐さんをお迎えします、えー、さん身近な出来事から科学の魅力について教えてくださるそうです。サイエンス科学あんまり興味がないという方にも届ける活動の原点とはいろいろお話楽しみです。 それでは今日の明日のカレッジは、えー、ボニーピンクヘブンズキッチンでクロージングですまた明日お会いしましょう See you tomorrow バイバイ 聞いてますか？聞こえてますか？ニキニキです。はい、今日もどうも、えー、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日もなんかすごく楽しくて。あの。あ、またやっちゃったよ。また自分のタブレットから自分の声が出てるやつやっちゃったよ。失礼しました。枝本さんの和み具合が最高でした。<ん>はい。あの。 いいいいただいたたただマフィンも食べちゃいまししと美味しかったですはい、あの皆さんもねこの「ビッグイッシュー」っていう雑誌まあ、見たことある方もいるんじゃないかなまあねあのお住まいの地方で、まあ、販売者さんいないよって方もいるかもしれませんけれどまあ、今日もねあのご紹介したようにあのまあ、通販とかでも買えるようになってますので。 ぜひね、あの本当に私、まあ、ぶっちゃけここだけの話あの明日のカレッジでこの年代やりたいなーっていう感じでねあの私もスタッフも結構ヒントになるいろんな幅広い情報を取り扱ってる何系っていう言ううんでしょうねなんかソーシャルイシューマガジンってちょっとなんか堅苦しくなっちゃうかもしれないけど。<そう> <laughs> でも大抵の表紙はねあの 俳優さんとかアーティストとかあの、まあ、あの誰でも顔を見たらなんかあかあの人知ってるって思うようなすごいハリウッドセレブとか日本の芸能人の人が載ってるんですけれどちゃんとこの世界中にビッグイシューの死者っていうか、まあ、世界各地にそのストリートペーパーな、えー、団体があってでそのなんかネットワークがあるんですって。うん だからその日本のビッグイッシュに載ってる記事は日本だけじゃなく海外別の国で書かれた記事を日本語に翻訳したものもあったりしてあのそうだからこうスタッフのところ見てみるとあの翻訳者さんんも載ってるんですよそうで私何を隠そうあのすごく昔なんですけれどあのちょっとだけ。 ビッグイッシューさんのとこであの翻訳のお仕事をさせてくれもらったことがありまして、はい、あの記事でじゃなくてなんかちょっとこうプレゼンに使う資料みたいなものを、えー、っと翻訳したことがあるんですけれどでなんかその時にあのあもしあのなんか機会がありましたらあの記事の翻訳とかもできますんで私、はい、あのどうぞいいごはい、何かご縁がありましたらって,て。 それっきり、えー、まあちょっと記事の翻訳をするっていう機会には恵まれなかったんですけれど、それでもね、あのとても好きな雑誌でなんです。はい。で、えっ、ー、と、皆さんのコメント、ちょっと遡りまして、いろいろ、いろいろ。 この番組の人たち権力側と戦っとるけん佐鉄さん、二木さん怒ったらみんな怖かったよって大塩さんでいいのかな八重さんでかなが言ってますけどいや私はともかく佐鉄さん怒ったら怖いんじゃないんですかねでもどうなんだろう佐鉄さんが怒なと時は多分,、うん、多分無言でメタルをひたすら聞くんじゃないんでしょうか。まあ、私は 私も無言でメタル聴くけどその時は結構なんか頭ガン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 って揺らしてるかもしれませんがそうですねまあでもね怒るって疲れるしねなんかいや今日のなんか田本さん見て思ったんですけど本当にこう社会をちか変える力って怒りとかその力なんか変えろよとか変われよってするよりも うーんでも美味しいもの食べたら嬉しいよねって感じで北風と太陽みたいな感じでねなんかあの枝本さんみたいな太陽,太陽の人となんかお話ししたら「そうだな」ってころってなっちゃいそうな気がしますがみのりさんはどう思いますか <laughs> <laughs> 放送作家のみのりさんに突然振るという <laughs> いつものあれです <laughs>。でもなんか枝本さん本当柔らかい中にこうなんか強さを感じる時がありましたねお話の中にも。すごくあのねあのチャーミングでふわっとした印象なんだけれど、うん、でも言葉の中でこうちょっとなんかきりっとした、うん。 研ぎ澄まされたナイフのような <laughs> 力がそこにあるみたいな。でも、ね、作ってくれるものを食べて、やっぱほっこりしますよね。マフィン。<laughs> なんか大豆入れてみたのって言ってましたね。<laughs> あ、<laughs> そ,うそうそう、そうだから、これもね、ちょっと後でスタッフの皆さんにもぜひちょっと。あの、わけわけしたいんですけれど、このマフィンね、ちょっと、あの、持ち上げて見せなかったな。こっちはチョコレート。 まあチョコととリンゴみだったんですね、うん、私がいただいたのはこっちですあの塩漬けの桜が上に乗っかってて見えるかなでねそうだから最初ピーナッツかなって思ったんですよこれあ,あの、はい、丸ごと入ってんの、うん、あれピーナッツにほうじ茶んって思ったらそうじゃなくて大豆のちょっと柔らかい感じであの。 あんまりそのなんかお味噌作りとかね少し前にやったんですけれど、うん、大豆そのものってあんまり見る機会ないな <laughs> って思ったんですよね。なんかななくないですか。まあ納豆とかは、でも納豆はマザトナ納豆だしな <laughs> ね。ね確か。そうなんですよ。でもまあそういう形が違う。 まあちょっとこんな食べ方がこんな楽しみ方があるんだっていうのをちょっと今日知ることができてなんかまあそのねまあ食から考える暮らしと社会っていうあのまあ人それぞれのね見方考え方があるかもしれないけれどまあ30年以上も料理家とねあの活動されている枝本さん本当に私はどっちかっていうとその料理の人だけじゃなくて。 まあ本当にその農業の話とかまあ平和の話とか貧困とかあの憲法の話とか結構そういったところにもよくあの出演されている方な印象だったんでだから今日はねどんなお話できるかなってすごく楽しみだったんですけれどあなんかもうこんなに <laughs> こんなになんかこう。 フフってってなんかこっちも何かなっちゃうような是 <laughs> 非またお話ししたいななんて思います、はいはい、ですねあ小平信也さんがねわしし枝本さんの仕事してる手が好き、うん、私もあ私もちょっとなんかあのずっとお話ししてる時にこう目を見てたんですけれどたまちょっとちらっとなんかこうあの手元に見たらなんかあすごいこう。 温かみのある手だなって思いました、はいうん、そうです。はあ、ですねちょっとちょっと見て「砂鉄が起こったら鋼鉄になる」ってヒューゴさんが面白いこと言うとる <laughs> わしも枝本さんの働く手が好きですってビッグジャンボさんえっそんなあもっとなんかじゃ手見せてくださいって言えばよかった <laughs> 枝本さんちょっと手をカメラに向けてもらえますか,かって。<laughs> えー でも、なんか、今日本当にいろんな話出ましたよね。まあ、あの食のこと、農業のこと、貧困のこと、あと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 ,あと、食料危機のことと、自閉症のこととか、いろいろ、いろいろあったんですけれど。はい、あと、うん。本当は。はい。 本当は。って本当は。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 あ、紅茶飲むだったあ、そうだ、今日ね、お話、そのペチャクチャが楽しすぎてもぐもぐがちょっと一個ね。まあ、飛ばされちゃったんですけど、まあ、それは全然いいんですけれど。本当は一個。一個は飛ばしたんですけど、もう一個秘密兵器が。何?。何?。うん?。なんか、そのチームの加護さんで。はい。なんか、こだわって。 作ってる、はい。うん、ドレッシング。ドレッシング。ムカゴドレッシング。人参。んんあ、そう、ムカゴは、まあ、その食と農業をつなぐっていう。プロジェクトの名前にもなってるんです。はい。ムカゴだけじゃなくて。あの、人参とか。はい、あとは、チョコレートとかも、いろいろ手がけてやってるんですけど。はい、これは、あの、枝本すなほみ監修。はい。人参ドレッシングなんです。可愛、えー、いい。で。それを。 見てください、うん、人参ー。かわいい。はい、かけて。はい。え、食べたいですって、だもとさんに相談したら。えー、だもとさん帰いちゃったよ。帰っ <laughs> ちゃったよ。ありがとうございますた。ううえ、ちょっと待って、<laughs> マジかわいい、かわい,い。 でも、これちょっと、<え>あの、バケットが引いてあるか、らちょっと、動かさないですね。あ、え、じゃ、あ、<う>ちょっと、み、見えるかな。見えな <laughs> み、み、みせ、見せたい、見せたいけど、倒したくない、え、見えますか。ちら。<う>これは。これは、もしかして、あれですか。この。この、ジュニファーローレンスのカバー表紙の。ビィングウッシュ。これの。これじゃ、ございませんか。枝本さんが掲載されている。そうかもしれない。春の野菜のピタサンドに、めちゃくちゃ似てるんですけれど。はい、そうですね。 そうでした。いただいていいんですか。これを私、私、くえと。はい。これバケットが一個コピゅってなってるんで、自分の手で。はい。ごめんなさい。はい。ない。ちょっと待って、ちゃんと、ちゃんと、あの、制服よ。制服よ。すみません。はい、え、ありがとうございます。え、何、ちょっと枝本さんに、本当に、あの、心からの感謝を。あの、伝えていただきたいのですが。はい。え、ちょっと、はい。

ちょっと待ってください。待ってね。そうなんか <laughs> もうあれですよね。皆さん食べる前にご飯の写真撮ったりします？なんかあの自分で作ったものとかちょっと。<laughs> 外で外で食べる <laughs> あのものとかなんか撮りたくなっちゃうのよね。でもなんか周り他他人がこれをしてるのを見ると <laughs> 早く食えよって思うんですけど。 自分もやってるんだよな何気にはいじゃあこれに国産菜種の油100%を使った人参ドレッシング枝本なほみ監修のこちらを開けたいと思いますえ萌木きこりさんビール持ってこーい <laughs> まなぶさんもビビーールルでしょはいビール行為ががってますが ははいビールはないそうですはい <laughs> <laughs>、はい、特にビールは出てこないそうですはい <laughs> これちょっとシェイクシェイクですね <laughs> シェイクシェイク不気の胸触りベリベリシャイヒ <laughs> ッピーハッピーシェイクが流れてるあしからハレルヤー <laughs> <だ>二人ならやれるや <laughs> <laughs> って誰が1個かけろって言った <laughs> 調子に乗るでない あどうぞ行 <laughs> <laughs> きますえ,ー、あえどんくらいどんくらいこんくらいこんくらい、うん、はいちょ,ち,ょちょっとあのここにちょっとだけ、うん、あ、うん、マスマスクをねこの前うっかりマスクしたまま食べそうになってちょっとあのひどいことになりそうでしたいただきます <laughs> おしい、ね、美味しい、あなんか酸味が好き、ちょうどいい酸味ですね、はい、じゃあ、えー、とレタス、ハム、お肉、チ,チキン、キンでえっ、ー、と黄色いパプリカとスナップエンドウが綺麗にのったこのちっちゃいバゲットをお行儀よく食べれるでしょうか。いきまーすあ うん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 うこのバゲットどこのバゲットですかね？そこわからない。しい。なんかチーズ入ってるこれ。あのなんか私こういう

私の体って感じ。<laughs> これをこれを噛み噛むたびにあのうん、うん、私の体はよく働いてくれてるって思います。うんうん、うん、<laughs> すみません。うんなんかあのこういう食レポであのいいんでしょうか。うまいんじゃうまいんじゃ。うまいんじゃ <laughs> ありがとうんだっけ今日学んだこと本当にいろいろです、まあ、でもあの自閉症の,あの自閉症系啓発デーが来今週土曜日にあるんですけれど、うんなんかあのまあ、本当に今日は、ね、ちょっとこう。 サクッとした、あのー、時間でお話、まあ、聞かせてもらいましたけれど、まああのー、また近々ねいつかね、まああのー、もっと詳しくその、まあ、正しく適切かつ尊重あるようにねいろいろな、まあ、発達障害知的障害いろいろ本当に10年前とか20年前と比べたらもっと確かにその。 名前はね知られるようになったり、うん、なんか、まあ、昔だったらなんか「なんだあいつ」って言われてたようなところが、まあ、こ,あのこういう障害、あのーまあまあ、っていう言葉もあるけれど、まあ、こういう個性なんだよとか、うん、こういう、あのー、特徴が特性があるんだよっていうのを分かってきてるけどそれをじゃあ、あのー、そ,そこからどうするか。うん ただ知っただけでなんか、うん、あ分かったって、うん、あそういうのがあるんだ分かったで終わるんじゃなくて、うん、そこからどういう,うんことができるどういう、うん、なんか、まあ、サポートが必要ならどんなサポートとか、うん、あのどういう言葉をかけた方がいいとか、うん、そういうこともねあの次のステップさらにさらにあると思うんですけれど、うんまあ、そんなこと私もねもっと知っていきたいなって思いますので、うんまあ、機会があったらいろんな。 まあ障害って呼んでもいいし、まあ、ニューロダ,ダイバーシティっていう言葉でもいいしななんか知ってていいいきたた思いました、はいまあ、結構ね身近にあのそういう方がいるっていう方もね私よりももっとなんかこう言いたいこと伝えたいこととかももちろんあるでしょうしもちろん当事者の方もねなんか私の話をもしよかったら聞いてなんていうのも大歓迎でございます。はい、そうですね 減ったな、何か食べようって <laughs> 鬼塚さんが出ますけど <laughs> そう私本当にもうこのこ,こ最近夜になるとねもうもう開き直って結構食べちゃったりするんですよなんかご飯とか <laughs> <laughs> まあそうですねスケジュールがねそうですねこのまあ10時でね終わって帰るとねどうしてもねうん。うん そうなんですけれど、うん、まあその分ちょっとねカロリー消費するように意識をしてますけれど、うん、今日はあの腹筋二十回やりました。じゃあマフィン食べても大丈夫ですか。<laughs> 甘いな。<laughs> 優しいな。うちのスタッフさんみんな優しいな。<laughs> じゃあこれが野菜で。野菜いい、ね？野菜食べてください。あそうそう、はい、野菜をいっぱい食べましたから、はい。はい。はい でまあ、あのー、皆さんの方からもね、ぜひなんかこんなテーマ使ってほしいとかあのー、この人に来てほしいなんていうこともねぜひぜひいつでもリクエストをお持ちしてますのでどうぞあのー、皆さんが気になっていることとかテーマとかニュース見てこれについてもっと詳しく知りたいなんてこともぜひ教えてほしいのでございます。で、えー、っと来週の告知と明日の告知どっちしましょうか。 明日あさん。はサイエンスエンターテイナー五十嵐美樹さんという方を、えー、お迎えしまして五十嵐さんは、えー、以前、ある女性に依頼を受けたことがあるそうです。はい、元彼にもらった指輪を消し,消してほしいな、ね、処分してほし, <laughs> し,しいというも、まあねあのーまあ、物に罪はないんだけれどいろいろあるのよ。 別れたたにもらっっ指輪なんてさ <laughs> ってさいうね <laughs> そんな、えー、依頼を受けた五十嵐さんは <laughs> まあその溶かして分かったことがあるそうですそれは何なのか分かりませんけれどまあ明日聞きたいと思います <laughs> はいまあそんな感じで、ね、こう身近な出来事身近なものやことから科学の魅力を教えてくれるそうです。<う>科学に興味がないっていう文系っていう人もねぜひ、えー、明日は聞いていろいろ面白い話が聞けるんじゃないかななんて思っております。はい サイエンスでこうマジックとか、エンターテイメントって。感じです。はい。はい。そんな感じで、何か他に告知すること、もしあればで。大丈夫です。はい。<laughs> <laughs> はい。nothing です。はい、それでは、皆さん、あの、今日も最後まで。お付き合いできありがとうございました。 あの最近あの私と一緒にデュオリンゴをやってくれてる人たちがちょこちょこ増えてますけれどまたちょっと自分のツイッターにも告知あのしておきますんでいあの言い出しっぺのくせにね全然あの毎日続けるの大事なんですよあの勉強って何事もだから1日5分からマジでできるあのデュオリンゴっていうアプリなんですけれど。 1> 1日5分なその5分がな、うん、なんでできないかなっていう、うん、であのー、まあ本当に毎日継続していくといろいろそのポイントがボーナスポイントとかついたりして、うん、いろいろちょっとこうなんかハッピー売れピーになるんですけれどまああのー、いろんな方たちがねちょっと私のお誘いに乗ってくれて、あのー、デュオリンゴで英語とかいろんな言葉をちょっとポチポチやってるんですけれど。 私は全然最近できてなくて、申し訳ないです。が、まあ、そんな話は、まあ、はい、さておき、はい。<laughs> あの、一緒に、な、ちょっとね、英語、また勉強やろうかなとか。あの、これ全然あるですよ、あの、宣伝でもなんでもないですよ。なんでもないです。ただ、私が単純に、あの、一緒に。こう、なんか、あの、まるまるさんが、こう、新しい単語を百個覚えましたって、こっちに、あの、告知が来るんですよ。私、あの、通知が来るんですよ。で、それを見た私が、あの。 Good job! って感じであのボタンを押すと私から「<ー>あのあ頑張ったでね」ってあれが来るんで,で私もなんかこうフランス語とかスペイン語でなんかこうあのなんか新しい単語をいくつ覚えたとか,なんかレベルが上がったってすると皆さんからなんかこうお「おめでとう」って来るんでちょっとモチベーションになります<ー>、はい、のでそんなそんなことやってみたいという方は是非あのディオリン語はい友達になってください以上です <laughs> はいな感じで、えー、明日は木曜日ですがねまた明日もお会いしましょう、えー、皆さん、どうぞ、えー、お元気で健やかにお、はい美味しいもの食べてまあ食欲ない方は無理しないではい暖かくして寝てください、<laughs> そのうちで、ねはい、皆さんまた明日お会いしましょう。<laughs> See you tomorrow